じゃあちょっと座らせていただきます。今日は1と2と分かれてベートーベンの生涯、これは1770年12月16日と書いてありますが、最近の研究ではどうも12時過ぎてたんじゃないかという説が出てきて、学者の方から、17日というふうに思ってる、言い出してる人がすごく多いです。ただ250年前なんでちょっと正確なことは分かりません。今ですと例えば戸塚でも保土ヶ谷でも親が泊まれたら区役所に出生届とか出しますが、あの当時は区役所っていうのはなくて教会の洗礼証明書というのを、まあやっぱり1週間以内ですね、今日明日取り来いっていうのはそんな情けな、厳しいことは言うんです。やっぱり生まれた時はいろいろ忙しいですからね、1週間以内ぐらいにね届けてくださいということで、それから推察すると16日だって言われたんですけど、最近では17日ぐらいだと。でまあ飛んじゃいますと、亡くなったのが1827年の3月16日上に出なくなって、盛大なお葬式があったんですが、その前に亡くなったモーツァルトの場合は誰もお葬式に来なかったっていうか、ほとんど来なかった。まあ何か訳があって、犯罪の匂いがやっぱりするということで、最近出た本ではサリエリの毒殺じゃなくて撲殺という説があって、頭蓋骨陥没という明確な証拠みたいのがあるから、遺体をちゃんと警察で解剖したりすると事件を捜査しなきゃいけないんで、ワン・ズビーテンという図書館長の、指示で、まあ、密葬みたいにされたというようなことが本に書いてあります。ズビーテンさんという人はモーツァルトも面倒見たし、ベートーベンも面倒見たんですね、すごい音楽がよくわかる貴族、まあ、いっぱい貴族いっぱいあるんですけどね、リフノスキとかラズモフスキとかロブコビッツとかそういう人がみんな手伝ってくれたんですけど、貴族がお世話になってるのにベートーベンは貴族が大嫌いだったってよくわかんないんですけどね、普通の日本人だったらお世話になったらどうもありがとうございますって感じなんですけども、まあ、ちょっと個性の強い方だったということ、それで幼い頃10歳ぐらいからやっぱりと、あ、違う、まあ、幼い頃から親からスパルタ教育をさせられてて、10歳ぐらいから、ボンの町にネーフェっていう人がいて、ゴットリープ・ネーフェっていう人がいて、まあ、作曲家でもあり劇作家でもあるしいろんなことができる人で、歌劇も書いてるんです。なんとディ・アポテーキっていう、あ、つまり薬局っていうオペラみたいにも書いて、なんかご縁感じるなって思いました。そのネーフェが対位法とか、まあ、和声とかいろんなことを教えて、あと、あそこの場所はあそこの場所ってケルンの選定校の領地なんで、選定校の、まあ、殿様から才能を認められてウィーンに勉強行きなさいとお金も出してもらったということでウィーンに行ってるということでございます。あとそれからハイドンがロンドンに行った帰りボンを通ってウィーンに帰るわけなんですけど、その時ボンで会ってて、あ、この少年はすごいな、ウィーンに来たら私のところに勉強しに来なさいと言われて、本当に、大人になっていったんですけれども、宿題出すんですけど、ちゃんとやっていくんですね。出してもはいいいですなんか終わっちゃって、いつもそれで直してくれないんですよ。つまりベートーベンという人は作曲家、すごい作曲家に将来なるわけだから、完璧なものを書くから直すところがないから直さないわけですね。でもベートーベンはそうじゃなくて、大ハイドン先生が見てくれたらどっかちょっとでも直してくれればいいのっていう不満で、内緒で他の先生についてたりっていうのがね、伝記に書いてあります。でとうとう行かなくなっちゃったんですけどね、結局、あ、おまけに月謝が高かったんですよ、ハイドン先生、そんなこともあっていろいろ、伝記にそういうことを書いてあります。それでまあウィーンに行ってモーツァルトさんにも会ってますけど、最初会ってまた今度会いましょうねっていう話してる時に、お母さんが危篤で母危篤帰るってことで、まあ年俸はその頃なかったでしょうけど、その郵便が捨てついて帰っちゃったと。それで一段落してまた本格的にウィーンに来て、最初はまあピアニストとしてもやっていこうと思ったんだけど、ご案内のように耳がだんだん聞こえなくなったから、作曲なら耳聞こえなくてもできるかなっていうことで、作曲をやったと。それでそういったことはまあ小学校の音楽の
教室行くとベートーベンとかハイドンとか肖像画ですかありますけどね、大体授業でもそういうことを言いますからね、まあ皆さんよくご存知だと思うんですけどね、そんなふうにして、あと次に代表作って書いて交響曲が9曲ね、2のところ、ピアノ協奏曲が5曲、ピアノソナタ32曲、弦楽四重奏が16曲、その他にね、弦楽四重奏は大風雅っていうのがあって、まあそれ入れると17曲になるんですが、例えばクイズなんかでベートーベンは弦楽四重奏を何曲作ったでしょうかって言うと、まあどっちも正しいんですけどね、16曲っていうのも正しいし、大風雅って17曲って言っても正しいかなっていうような感じ。あとここには書いてないけど、バイオリンソナタがあるし、バイオリンコンチェルトとか、いろいろオペラもフィデリオっていうのが書いてますね。それでいろいろ、まあ、傑作の森なんて言ってね、初期、中期、後期ってこうあるんですけど、中期に傑作の森っていうんで、もう、たくさんの名曲が生まれた。それはまあ、結局耳が聞こえなくなったことを、悲しむっていうか、それを何くそって思っていろいろその苦難に立ち向かったのが音に表れてるのかなっていうふうに、まあ、皆さんもそう思うでしょうけどね、そんなことでございますね、はい。それでだいたい生涯の話はそのくらいにしまして、じゃあ1番から順番に、はい、音の調整をします。せっかく電気ピアノ、電子ピアノなんで、オーケストラって第一バイオリンとか弦の音が多いんで、ストリングを音として選びます。このくらいでいいかな。まあ、小さかったらまた大きくしますけどね。頭に戻りまして、まずこれ波長調って書いてあるんだけど、へ長調で始まるんです。ちょっとへそ曲がりなんですよ。波長調って言うとだけど、この音でその後が波長調に転調すると思いきや、一応波長調なんだけど6度の和音って言って悲しい和音になってる。それからあ、なんだ、途上調に行くのかと。この途上調のシワ音なんですよ。ところが、ソラ、その、ファがナチュラル。やっと、波長を。Thank you.
第一種、今のが序奏で、ここから主部って言いまして、低字部の第一主題ってことです。ここは確保って言って、第一主題をもう一度繰り返すところ。その第一主題を確保した後は自由にこう発展っていう、まあ、発展させるんですけど、いろんな音が出てきて、面白いと思うのは、これは和声楽を習う時、カデンツって言って、カデンツじゃなくてドミソードホワラシレソとか基本を習うんですけど、教科書に出てくるカデンツそのままで、それをゆっくり弾くと教会のコラールみたいになるんですね。こういうのコラール、ゆっくり弾くとコラールみたいですけど、早く弾けばカデンツみたいなね、こんなね単純な音でもね、なんか感動しますね。 しませんまあそれ感じるその後これがドミソファミレドシレドレドシ、その後ドミソをそのままやんないで第一、まあ変奏するんですよ。ドミソをドシドシドレドシドシドレドシドレドシドレドっていうのを変えるわけですね。変えないでやる手もあるんですけどね、なんていうのかな、習字学的変更っていう習字学もあるんですけど、あることを二度繰り返して言うのもあれだけど、一つのこと言ったらちょっと手を変え品を変え同じエッセンスで言うっていうことがあるんですね。そういう技法を使ってます。それから第二主題、っていうふうに第一主題の後第二主題になって、その後小さく結ぶ尻尾って書いて小結尾というのを通って、定時部っていうのが終わります。それから今度再現部っていうのは第一主題を中心に、料理するっていうか展開していって、それが大体終わったら今度、展開部が終わったら再現部っていうところが終わって、で再現部終わったらまあちょっと短いとか人によって長いコーダがあって全体が終わるというような形で、曲が終わるんですけどね。さっきのその曲の途中でドミソって出ましたけど、ドミソで始まる曲が他にもあっていっぱい、ちょっとペタッと行き過ぎちゃった。例えば、こういう曲もあればソナチデで、ベートーベンの5番の4楽章の冒頭が、というふうに非常に単純だけどものすごい力強いエネルギーのあった曲が、いろんな作曲家がドミソで冒頭で使ったり曲の途中で使ったりして、曲を作ることが結構ありますねって話で、あ、ご存知ですよね、そういうことね。でした。あと何でしたっけね。いろいろ喋ることいっぱい頑張ってきたんですけどね。はい、じゃあ寄り道してるとあれですから、今度2番いきますね、2番。
2番はね、まあ、ベートーベンの後、まあ、ベートーベンじゃない、1番の交響曲の後、1番が1800年ですから、ちょうど30歳ですね、30歳の時、さっき言ったようにブルク劇場、まあ、僕も中学校の、小学校の頃からベートーベンの伝記とか読んで、ブルク劇場、カタカナでブルク劇場、劇場は感じなんですけど、ふーんって思ったけど、あっち半年ぐらい住んでて、そういうところ通ってたりすると、実感がだんだん湧いてきたりして、で、まあ、いろいろ調べたら、さっき言ったように、フィラの結婚とか、ハイドンなんかもやってるし、ブルクっていうのは結構、宮廷 の持ち物ですから、日本中とどうでしょうね、上野、昔で言うと上野の文化会館、今のサントリーホールとか、その格式がすごい高いところだから、そこでコンサートを開けるだけでも、それが30歳で認められたっていうのはやっぱりすごいことですね。周りの誰かもこういろいろプッシュしてくれたと思うんですが、それで1802年、ね、2番の交響曲を書いた時に、有名なハイリゲンシュタットの遺書っていうのを書いてあって、それは死後机の中にあって見つかって、それで、出版までされてて、私も読んだことあるんですけども、でハイリゲンっていう町というか村があるんですね、地下鉄乗るとハイリゲンシュタット行きっていう地下鉄があって、ってびっくりしたんですけど、もうウィーンの郊外で、まあ、ワインバタと畑とかいろいろあるんですよね、でなんだっけな、その、まあ、深刻な あれを書いた割にはなんか明るくてね、特に四楽章なんかね、ちょっと人を食ったようななんかちょっと懐疑的な曲になってるんですけど、まあ、2番の交響曲の中で聴きどころっていうのは、まあ、これ2楽章がねすごくいいんですね。ちょっと弾いてみますとね、一長調になってるかな。非常にまあ牧歌的で、ウィーンの街って当時の場合というか、街は城壁で囲まれていて、そこが街なんですけど、城壁から出るとまあ全部田舎って感じですね、古地図を見ると。それでまあハイリゲンシュタット以外にもその田舎あるんですけど、そこでまあブドウ畑があったり野菜作ってるとかいろいろ作ってるんでしょうけど、そういうところの風景が感じられて、本当は CD とかあったらそこをCD で聴いてもらった方がいいかなと思ったんですけど、ちょっと今日はないっていうんで、まあ、この企画がまた来年度もあるとしたら、CD でね、今度ね、ピアノでなくてね、聴く機会があると。オケ呼ぶと300万ぐらいかかりますからね、CD だったらまあ持ってればタダだしね、そういうこともやってみたいかなと思いますね。はい、そんなところで今度3番いきます。急ぎ足に3番は例のエロイカっていう名前がついてて、有名な話としては、ナポレオンを大変尊敬していて、ナポレオンに捧げんだって一生懸命書いたんですね、3番の交響曲で。そろそろ出来上がったという時に、ナポレオンが、まあ、ご案内の通り皇帝に、即位しちゃったっていうんで、この俗物がって言って、表紙を破ったっていうのは嘘で、検事を検定する言葉を、ボールペンはないからね、和紙ペンですから、ね、ギャーってやったから、その字が紙がぐちゃぐちゃになっているというのは見たことありますよね。そういういきさつのある曲で、これは何つってもまあ一楽章ですかね。こんな感じですね。ちょっと間違えました。もう一度いきますね。それから、ドミドソって、移動度で今日は読みます。
移動度と固定度の話をすると、さっき言ったようにドレミアソラシドはそのままなんですけど、都庁長でソラシドレミファソソファミリードシドソで、オーケストラの現場じゃこれで言わないとみんな混乱するんで、オーケーじゃあ固定度使ってるんですけど、まあこういう音楽の話するときは移動度の方が分かりやすいんで、移動度というのを使います。だから実音でミフラットのソミシフラットってやってると大変だから、ドミドソっていうふうに読みます今日はっていうのがそれで聞ける50番子供の時に作った。それでまあ大変もないし、あの男女の、青年たちが仲良くしてたけど、彼女が言うには彼氏が最近ちょっと冷たいんでどうしようって大人に相談したらね、じゃあ自分もねちょっと他の男の子ができたみたいよって案にね言うとね、やってみなって言ったら男の子慌てるよっていうような話なんですって、ね、一応うちに楽譜があるんだけどあ、それがねこういう音です。序曲です。序曲都庁長です。こういうオーケストラの曲で弦5部、弦5部というのは第1、第2バイオリン、ビオラ、チェロ、バスを入れて弦5部って言います。でチェロとバスは同じ楽譜だけどバスが1オクターブ下を弾きます。そういう意味でダブルベースって言うんですね。バスが2つあるからダブルベースって言います。その他に、オーボエが2本とホルンが2本、非常にシンプルな、木管系が2本、まあホルンは、まあ金管系に言ってもいいんだけど、あれはどっちにも分けられるんですよね、ややこしいんですけどね、でもまあ見た目オーボエや木管、ホルンが金管ということにしましょうね。そうすると金管と木管が2本ずつあって4声帯をこう構築できるんですね。そんな曲もあります。はい、時間大丈夫ですかね。ちょっと時計を見ながら何時まででしたっけ。あ、そうですね、15分ぐらいまでね。そんなことで、次は4番。4番もね、2番同様あんまり演奏されないんですよね。でもまあベートーベン好きな人は野津さんも大好きだとか言ってますよね。2番のね第一楽章でこういうところがあるんですよ。第一主題が展開部でなんだっけな、あ、ちょっと待って、こういうのが第一主題が展開されるんですけど、そこにもう一件、でこの音ですね。そのパッ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 パに重ねて対旋律って言うんですけど、そのここが美しくて僕は最初これ聞いた時すごいびっくりして、小説数でいうと221小節目の辺です。定時部が終わってジャーンって、だいたい小休止したら展開部に入るんですけど、展開部に入ってすぐのところにこういう綺麗なところありますから、よかったらお家で CD でも聴いていただけると、この良さが分かるかなと。僕にこれ聞いてはたと私は思ってたんですけども、後に6番の田園交響曲ってありますね。あれの、まあ、雰囲気になんとなくこう似てて、その後の6番の田園の交響曲を書くんじゃないかっていう、この予感に満ちたいい作品だなと思いますね。人間とこう、まあ、芸術家は特にそうなんですけど、1番2番3番っていろいろ作ってて、その4番を作ったのをさらに4番を作ったその雰囲気をさらに拡大して6番作ったっていうのはね、やっぱり見習いたいですね。いい作品ですね。っていうようなところで、聞きどころの照明やご案内ね、それと今度あ5番ですか、次はね、はい、運命、いわゆるジャ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 ンっていうやつですね。ちょっと待って、ね、
これが逃げちゃうんで困るんですよね。よいしょっとこっち来い、ちょっと待って。はい、ジャジャジャーンっていうのが、まあ、第一主題で、それをどんどんこの一小節の中でもう何百回ってタッタッタッターンというのが出てきますね。それでその第四楽章がその音楽に向かっていくと、さっきも聞きましたですね、そんな感じですかね。まあこれ有名だからね、皆さんよく聞いてるんでしょうけどね、次が今度6番、5番と6番は一緒に作られたというのが最初聞いた時びっくりしたんですけど、作曲家っていうのはあの 5番作ってやれやれって少し休んでから6番作るのかと思ったら、5番作っていながら6番も同時に並行して作ってて、こういうことらしいんです。5番作ってて疲れたら今度は6番作るんですってそれを交互にやって、あの疲労を回復していたみたいです。まあ、その他に郊外の街散歩とかね、してね、いやしてる時も作曲家って頭の中でドレミ考えてると思うんですよね。あ、ドレミの話をしますとね、音楽の3要素っていうとメロディーと、ハーモニーとリズムって小学校でもなるんですよ。ところが音楽大学でも同じことを教えてるんです。もちろんちょっとレベルが高いんですよね。で、あの私思うんですけど、そのメロディーと、まあ、リズムハーモニー順番どうでもいいんですけど、まあその3つも言うの大変だなと思って、うん、まあ別にいいんですけど、僕が音楽って何かと思ったらドレミの組み合わせだと思うんですね。だから、うん、これもドレミの組み合わせですもんね。うん、それが横につながってるのがメロディーであり、縦につながってるのがハーモニーであり、またそれが独立して動くとは、まあ、対応とかもあるんですよね。その中の音の、うん、時間的なあれなんていうの、タイミングだけ測ったのがリズムということかなと思うんですけどね。もしクイズかなんかで音楽の3要素って何かって聞かれたら、メロディー、ハーモニー、リズムって答えてください、ね、ドレミの組み合わせって、まあ、思ったらそうに思っていただいてもいいですよね。はい、じゃあ次6番ですね。こういう曲ですね。これはね、田舎に着いた時のこう爽やかな感じっていう曲になってるんです。あ、タイトル書いてあるんですけども、でその後、ここで同じ音が10回ぐらい続くんですけど、ここがね、僕思うのはね、馬車乗ってくるでしょ。今は地下鉄あるけど、ベートーベン先生があの馬車に乗って着いて、で業者に料金払って降りて、で馬車って加速していくじゃないですか。だって初速はゼロですからね、止まってるから。で20キロぐらいのスピードが出るのかな、それで遠くまで行ったら今度音がだんだん小さく、あの遠く行くと音のエネルギーが小さくなるからディミネントしてですね、まああの評論家は書いてないかもしれないけど、私はね、この電影の冒頭のこの音を聞くと馬車を描写しているような気がします。まあ機会があったらあのレコードかなんかで聞いてみてください。そんなことですかね。うん、次が7番。
6番終わったら7番、7番はと、はい、今のだめ、のだめカンタビレーで7番すごい有名になっちゃったんですけどね、まあそれはそれでいいことですけどね、まあ一楽章が有名ですけど、私がね、選んだのは4楽章のとこで、冒頭のところがこの音だったかな、ほんと、ミの音で始まるんだね。あれ？ちょっと失礼しました。こういうふうに始まるんですけど、これの第二バイオリンがびっくりしちゃったのは、こういうすごい複雑な動きをしてて、普通の昔の音楽だったら、伴奏になると思うんですね。現にね、エロイカ1番もそうだし、3番もそうだし、5番も6番はうんたったったとかそういう伴奏が多いんですけど、7番で急にこういう伴奏になってんで、なんでかなと思ったの。なぜかちょっと私ね、生まれて初めてバイオリンでオーケストラで弾いたパートが7番の4楽章途中から入ったんで、7番の4楽章だったんですね。セカンドに出てくるんですよ。ね、テケ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 って弾いて、なんでこうなってんのかって作曲に興味があったから、答え言うとそうに聞こえてきたんだと思うんです。ベートーベンさんの頭の中で。で、なんかそれだとね、うんたたたでやるとこんな雰囲気に似てるかなと思うんですね。今度その包丁と、なんだマネージャーの言って、それタッ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 って入れたコンサートをやってようと思ってるんですけど、冗談コンサートですよね。はい、次8番いきます。どんどんいきます。これを話をするには、その資料のどの音で始まるかっていうのを、荘園場所の一覧の下に第2回古賀記念音楽祭で同じようなことやってますけども、さっき言った移動度で冒頭の音をどれかっていうふうに判断するんですけど、ただ例外があって8番の場合は、前奏で伴奏が入ってるんですよ。だからこれは除外して、これがね、この音がね、ドレミで言うとファの音なんですね。だから、この棒グラフにあるようにファで始まる音楽が2つあるんです、ベートーベンの9曲の中に。それと、シで始まるのが1234567というのはドレミファソラシっていう意味です。主音から何度の高さにある音かっていう意味で、ドレミファソラシで、1番の場合は7のシで始まるんですね。ヘ長調の、ちょっと待って、この音ですね。それがシで始まる。それで、8番の、チャッチャッチャッチャの伴奏は抜いて、こういうファのシャープなんですよ、おまけに。
ファのシャープで始まる音楽ってあんまりないんで、すごく珍しいなと思って、それをこの古典音楽の、まあ、最もベートーベンの場合古典派から、ロマン派の扉を開いた作曲家と言われてますよね。この辺がロマン派なのかなとも言えますね。一番有名なのは、冒頭こういう、これが有名ですけどね。でこれはね、あの3拍子で始まってる交響曲ってちょっとベートーベンとしては珍しいんですね、第一楽章ね、そんな感じですかね。で今度、9番ですよ、9番よいしょ、一応全部持ってきました。1楽章、これがね、2単調って書いてあるけれども、実は異端調で始まってるんですよね、楽譜見ると。こういうことですね。これが二単調なんですけど、異端調で始まってるんですね。でも途中で二単調に戻ります。セカンドが、ディビジって言って英語のディバイド、2つのパートに分かれて弾くんですけど、ラとミで、ここなんだけど、あ、チェロもそうですね。そこが面白いなと思いましてね。まあこれ楽を見ないと分かんないかもしれないですけどね。でベートーベンの一番も八丁調と書いていながら非常調だったけど、この1番と9番最初と、1番という最初の交響曲と9番という最後の交響曲が調合、調整の書いた表記されてる調合と違う調で始まるっていうのは、なんかある意味で整合性があるかなと思いましたね。なんでそうなってんのかってね、一番のあれはね、謎はね、大野和志さんっていうとか有名な指揮者にも聞いたことあるんですけどね、若いベートーベンが木をてらっただけだろうとか言うんだけど私は違うと思うんですよね。頭の中でこの音がって聞こえたんだと思います。私の作品にもちょっとスケール違うんですけど似たような曲があって、変歩調調の、まあ、手話音で始まるんだけど、実は都調調っていうちょっと変わったのがあるんですけど、それネットで聞けます。期待コーチって打って、それからなんだっけ、フルートと弦楽活動のための猛烈なアトモスフェーレってやると、都調調なんだけど変歩調調で始まる曲が聞けます。7分ぐらいの曲です。でした。まあそんなわけで、あとは有名な晴れたる青空は、まあ皆さんよくご存知ですから、あれとして、今度初演場所をもう一度丁寧にご案内します。よいしょ。じゃあ1番はさっき言ったブルク劇場は写真行ってますよね。新しいのと古いのと、これがリング沿いの、これは今でもちゃんとあります。ただしここは音楽でなくて劇をやってます。最近では、昔は音楽もオペラもやったんですけど、まあ使い分け、つまりなんで両方やってたかっていうと、その頃まだ国立オペラとかなかったから何でもここでやってたんですけど、オペラ座とかコンセルトハウスとかいろいろできましたんで、ここは、まあ、ドイツ語のね、市民のための劇場ですね。で下にあるのは王宮の、王宮って上の大きい、こうやって手を広げたような大きなベルサイユ宮殿みたいなのがありますね。でこっちから、皆さんから言うと向かって
左かな、左のさらに先に、この地図、あ、ブルク劇場って大きく書いてるのがありますね。さらに右下に行くとミヒャイル教会っていうのがあって、その辺がミヒャイラープラッツっていう、あのあれなんですよ、場所なんですけど、そこにあの旧、ブルク劇場があった。だけど跡形もなくぶっ壊しちゃって、あの王宮の一部になってるんで、記念碑だけあるという話ですね。まあだから言ってもあんまり面白くないかもしれないです。だから、まあ、ブルク劇場行ったらベートーベンの一番とかフィガノの結婚がここで初演されたのかなというふうに思って大間違いじゃないです。ただあの昔はもうちょっと別のところにありましたということで、そういうところ行ってもらうと、上に行くことがあったら行ってみてください。それから、2番のシンフォニーがアンディア・ウィン劇場、これはちゃんとあの、まあ、本物が残ってます。アンディア・ウィン劇場ってここの、アンディア・ウィンってあの丸してますけど、アンディア・ウィン劇場っていうのはウィンって書いてるから、あ、当たり前だと思うんですけど、ウィンっていうのはこの場合、都市の名前じゃなくて川の名前なんですけど、私も後で聞いてびっくりですよ。でウィン川っていうのが流れてて、ドナウ川の支流にウィン川っていうのが流れてて、そのアンディアだからその際だからリバーサイドのシアターね、で一時ベートーベンもそこで館長をして住んでたこともある。これはそのまま残ってるし、パパゲーノの門っていうのもあるみたいだから、旅行ガイドを見て、見学してみると面白いかなと。それで、2番と3番と5番と6番がアンディアウィンなんですよ。だから9曲のうちなんだっけ、4曲がねアンディアウィンで初演されたと。あと尾行って感じは何かちょっとあのプライベートであのリハーサルとかね、貴族の館でやったりして、まああのそれはあの初演と読むのとまた違う。つまり時間的にあのリハーサルの方が時間的には先にやってますけどね、だけど公式には後にやったあの演奏会のが記録的には初演ということになります。それとあと4番のロブコービッツ伯爵邸ってなっているのは本にそうに書いてあったからこうやって打ったんですけど、いろいろ調べたら実はこれ尾行に入ることだっていうのが最近になって分かって、やっぱりねブルク劇場であの初演してるんです、最近の、データによると。だから1番と4番がブルク劇場、2、3、5、6がアンディア・ウィン劇場です。はい。それから7番。これはいろいろあって、あの、ウィン大学講堂っていうことで、ここにもウィン大学丸してますが、私もね、ウィン大学半年ぐらい、この、週3回通ってたんですけど、あ、それは何かっていうと、あの、誰でも入れるドイツ語、外国人のためのドイツ語講座ってやつで、試験もあるんです、入学試験もあるんです。試験あるんですけどね、あのこ の, あのビデオ見てね、分かった人殴ってください。分かんなかった人、あっちの A っていうところの先生とか言ってください。はい、じゃあ次、このビデオ分かった人残ってください。分かんなかった人は B っていう先生に言ってくださいとかね。それで5段階、6段階に分けて、あと入学試験なんかドイツ語と英語でやるんですけどね、あの講堂すごいですね、もう天井がもう立派で、あの国立オペラ座のあれですよ、天井みたい、あっちの建築はすごいなと思って、で中庭行くとあの大理石の銅像が15体とか20体あって、みんななんかそこ出身のノーベル賞を取った人とかね、ゲーってびっくりしましたよね。そういうところで誰でも入れるドイツ語講座ってなりますから、まあひと夏だけでもね、3週間とか1ヶ月でもね、あの国がやってるから月謝安いです、超安いです、暇な方は行かれるといいですね。ちゃんと修了証書もくれますし、それで、ところがね、それもそこ、別のとこからステファン寺院のステファンス塔のちょっと右下にモーツァルト の, あのフィガノハウスなんですよ。それよりちょっと北側に行ったところに、あの今でもある科学アカデミーっていうのがあって、オーストリアの科学アカデミー使われてて、そこがあの建物残ってるんだけど、その科学者のなんか集会に使ってるみたいです。まあそれもあのガイドブックで、あのネットで出てきますからね、行きたい方は行ってみてください。それから8番が大レドゥテンザール、まあ7番と8番一緒に演奏してるんですけども、なんか資料によると、あ、レドゥテンザールってモーツァルトなんかでもあの舞曲ダンスね、ワルツやなんか
よく演奏したところで宮殿の中にあります。それと9番がケルントナー東亜劇場、それはね、まあ簡単に言っちゃうと今あのオペラ座の裏のホテルザッハになってますね。写真も少しだけあったかな、ちょっと待って、ちょっとこれが昔のケルントナとはもちろん壊して今ザッハになってます。ホテルザッハ、ザッハ東京で去年の10月ぐらい行ったらダーって並んでて、ザッハ東京で食べるのかな、大体中国語が聞こえてきたんですけど、すごいですよ、200人ぐらい並んでて、30年前そこでちゃんと食べたことあるんですけど、そのちょっと近くにカフェモーツァルトってなって、そこは客席が結構余ってたんで、そこであのザッハ東京で食べてきました。去年のちょうど今頃ですね、去年の10月13日に出発がちょっと本番があったから今日14日ですか、あ、今日そうだ、今日飛んだ日ですね、うん、そうそうそう、もうあれから1年経っちゃった、でなわけで、その、初演の場所をまあこうスライドかなんかでねできるとね、もうちょっとこのパワーポイントっていうんですか、そのね、まあまたできるといいかなと思いますが、大体そんなことですかね。ちょっと早いかな。お時間的にはどうですか。大丈夫。はい。あの10分ぐらいまた。はい。まあそんなわけで、今度のコンサートのご案内と、あ、テレビ出るって話しましたけど、28日ね。新聞にも載りました。で、大相撲の来店場所とかやりますし、あと神奈川フィルハーモニーの、松尾さんという人がバイオリン弾きます。モーツァルトのケッヘル9番と301と、あとシューベルトとか、ベートーベンのロマンス、あと、なんだかな、クライスラーなんかも弾くと思います。そういうので、チケットは1000円と安いんで、よかったら来てください。宣伝になっちゃいましたけど。じゃあ、まあ、なんか質疑応答でもあれば、はい。だいたい早く終わっちゃった。あとピアノ協奏曲の話してもいいんですけど、なんか違う。します。続けていただけるんでしたら、もし。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ、ピアノ協奏曲の1番と5番。あ、そうですか。1番が面白いんですよ。満を持して交響曲書いたって言いましたね、1番。その前に、ピアノ協奏曲3曲ぐらい書いてるんです。ただ、番号を自分でつけなくて、まあ、1番がその前に完成したやつなんですけど、最初はドここがね、4声帯で綺麗なんですよ。ここで各歩でもう一度同じことを、ちょっと面白いですね。で、ドーラファーってのがあって、ドーソーみたいな、その後、ここのね、バスが私大好きなんですよ。レレファーソーシー、すごい癒されません、これ。レファソシっていうのはね、あの和音でドミソドファラシレソって
ソシレ、ソシレバっていう和音があって、ソとシをと、うん、省略してレバソシレ、属七の音が時間差攻撃に流れるだけで、そこでっていう、まあモーツァルトっぽいなんか 音のつながりがあります。その後トランペットが勝ち誇ったように、パンティンパンパンパンティン、それからここのドラファっていうのとドソレっていうのは、なんかこう攻防戦をやってるような感じで面白いかなと思うんです。それと、うん、それが今度5番の、皇帝っていう、うん、エンペラーね、あのなんだっけ、あれです、5番のピアノコンチェルト、あれはね、ちょっと待って、ちょっとこっち来て、あ、ちょっと落ちてもらえます、逃げちゃうんで、はい、ありがとうございます。なんだっけ、これはね、ドソミ君とドラファ君が3回もね、その攻防戦があってね、1番だったらその攻防戦みたいのが1回1回ともう1回あるんですけど、それがこの3回続けて、あのナポレオン戦争じゃないけど勝ったり負けたりみたいな、なんかそういうね、音のせめぎ合いが面白いなと思いまして、で1番から5番の間にそういうなんか進歩があったのかなっていうことがね感じられて、まあ、まあそういう音楽の聴き方がいいかどうか分かりませんけどね、そうに思いましたっていう話なんですね。はい、一応これちょっと用意しといたんで、じゃああと何か質疑応答でも、あのまあこれついでじゃあ聞くんだ、失礼なんですけど、ベートーベンですね、あの要するに北井先生が、先生に例えば、ラジオ体操のモーツァルト風とかね、バッハ風とかね、なんとかありますよね、それと同じように我々よく知ってる曲で、ベートーベン風にやった作曲されたのは何か一つ例があります？大昔の、なんか三菱エアコンのコマーシャルソングをベートーベン風にしたことがあるけど、2、30年前なんでちょっと覚えてる。ちょっと頭の中にいたんで。じゃあそのラジオ体操のバッハ風というのをちょっと。あ、そうですか。はいはい、時間余ってから。バッハの方。